これなに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 猫。And now for something completely different. It's デブ院長の持ってないサックス。ということで、皆様こんにちは、こんばんは、竹蔵くんとお届けしております。ということでね、今回は前回に引き続きまして、デュオデュオ様より譜面を購入いたしました、YOASOBIの群青って曲ですね、お届けいたしました。僕年がいもなくね、YOASOBIのアルバム全部買っちゃってるんですけど、その中でも一番好きな曲は群青ですね。やっぱりね、自分の好きなことにこう強く打ち込んでる人ってのはすごいこの曲刺さるんじゃないかなと思うんですね。好きなことをやることに対する喜びとまた大変さを歌った曲でありますね。もう YOASOBIの代表曲と言ってもいいんじゃないかなと思います。紅白でも歌いましたしね、高校野球の入場曲にも使われておりますよね。そんなこんなで群青ですけども、詳しい話はね、前回僕群青やった時に喋り倒したんで、もう喋ることあんまり残ってないんですけどもね、曲の話はこれぐらいにしておいて、
今回から実はね、新企画を始めようかと思っています。これもまた好きなことに打ち込むっていうことの話なんですが、正直動物ともサックスとも何にも関係ない企画なんですけども、趣味の一端ということで、まあなんていうんですかね、普段から忙しいとか言っておきながら、さらに自分の首を絞めるがごとく忙しくなるようなことをちょっと企画として始めてしまいましたので、まあ興味ない方はスルーしてもらってもいいんですけども、少しでも興味のある方はこれから 3,4 回にわたって連載していく予定ですので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。それではどうぞ。はい、皆様、またこちらに戻ってきましたけどもね、ちょっとお話ししたいことがありまして、実はですね、先日まあ昼にいつも通りラーメンでも食おうかなと思ってラーメン屋に入って、こうラーメン食ってさあ帰ろうと思ったんですけども、その隣にですね、買取王国って店がありまして、まあ何ですの、いらないものを持ってったらそれを買い取ってもらって、それが店に商品として並ぶみたいな中古屋さんですね。そういうのがありまして、ちょっと覗いてみようかなと言って思って、覗いてみたんですよ。そしたらね、もう中が宝の山だったんですね。で、中でもね、幅を利かせてたのがね、コンビニエンスストアに売られてるくじの景品ですね。一番くじってやつですね。くじを引いてこう、で、当たりが出るとこんなでっかいなんか、そのドラゴンボールのフィギュアとかなんかすごいもんが当たるんだけど、大概は外れで、薬体もないなんかハンドタオルとかね、こうキーホルダーみたいなのとか、まあそういったものが、あるような、そういう当たりの、そのコンビニの一番くじの当たり商品っていうのがものすごい数並んでたんですよ。そうですね、まあとりあえずこう引いてみたら、当たっちゃったんだけどどうしようっつって、まあね、飾るのもないけどこれを換金してお金にしようという人が非常に多いんですよね。ということでね、コンビニの一番くじの当たり商品というのがものすごい数並んでたんです。例えばこんなでっかいドラゴンボールのシェンロンのフィギュアかなんかがね、3万円ぐらいで売られててね、すげえなっていうふうに思ったんですけども、その当たりくじ景品をちょっと見てたらですね、何年か前、4、5年前かしらね、一番くじの景品で当たりとして出てたガンプラがあったんですよ。で、まあ、値段はね4750円でしたけどね、もう私ね、なんか思わずそれを衝動買いしちゃったんですね。これですね、ということで B 賞ですね。 B 賞車専用ザクの、特別クリア成形タイプですけども、まあ、一時期ねガンプラものすごい作ってた時期がありましたんで、ちょっと懐かしくてね衝動買いしちゃったんですけど、買ったからには作らなきゃいけないですからね、ちょっとこの場を借りて少しずつ作っていって、作ってる経過を今後お見せしていこうかなという、まあ続き企画ですね。これを楽曲と並行してやっていこうかと思います。まあこういうの別チャンネル作ってやれってよく言われますけども、そういうめんどくさいしね、まあ再生回数稼ぎたいわけでもないですから、ただ単にやってることを見せたいだけですんで、まあ並行して今後やっていこうかなと思ってます。まずはね、この箱を今度これから開封していこうと思いますのでね、まあ興味のない方は飛ばしてもらって結構ですけども、まあ見ていってください。はい、それでは開封していこうと思います。箱が結構大きいねこれね。ということで MG 車専用ザクですね、それの、特別のクリア成形バージョンということで、要はねボディのこう走行がこうクリアになってて、中の骨組みが外から透けて見えるようになっているというね、そういう特別バージョンのやつですね。何年前か忘れましたけども、一番くじの B 賞だったようですね。まあ2等賞ですね。で、まあこれ説明書が入っておりまして、まあ部品の説明があって、こうね、まあちょっと後でじっくり見るとしまして、さあ実際にパーツを見ていこうと思います。昔のね、100分の1ザクなんて、こう、ランナーの枚数4枚、5枚ぐらいだったはずですけども、めちゃめちゃ部品がありますよね、今の、昨日、ガンプラはね。で、これ、このクリアですね。透けて見えると。で、あとはまあね、元からこういう風に色分けされてる部品があったりとか、こう、マーキングシールですね。こういうのが入ってたりとかします。わ、いっぱいあるね、部品。まだ出てくる。これ辺はまあ、内部の機械だったりとかですね。それからあとは
これも1枚2枚とこうありまして、あとなんかこれなんだろうね、バネみたいなのが入ってます。なんかで使うんでしょうね。そういうのが入っておりまして、一番そこにこれが部品注文カードです。これがね、あの壊したりなくした部品があったらこれを書いて送ると送ってもらえるやつです。で、実際このパーツをね、全部広げていきました。これ枚数にしてね、さっき数えたんですけどもね、14枚ですね。いっぱいあるね。で、まあ塗装に関しては、このクリアのところに色を塗ると、せっかく透けて見えるのが見えなくなっちゃうんですからね、基本的に大掛かりな塗装はしないでいくつもりですけども、内部の機械がちょっとプラスチックっぽいので、こういう骨組みのところは金属っぽくなるようにちょっと塗装しようかな。それもエアブラシとかそういう機械は使わないで、もう筆で塗れる範囲で、まあ、あの軽くやろうと思ってます。まあね、一応私普通に社会人ですからね、それぐらいが時間的にはまあ精一杯かなという感じがしますんでね。まあ簡単に作っていこうかと思ってます。さてさて、それでですね、今時のね、こうガンプラっていうのはもう、こう普通に切って組み立てるだけで、それなりに色分けもされてて綺麗に作れるんですよ。特にこちらの方は、あのクリア成形で透明のパーツでできてますんで、それの上に色を塗っちゃうと逆にまあ良くないですね。格好悪くなっちゃいますので、基本的に大きな塗装はしないで、まあ部分的にちょこっと色塗るぐらいはしようかなと思ってますけども、の大きな色は塗らないで、あのそのまま組み立てるつもりでおりますけども、ただパーツを切り離すときですね、こう知らない人にはこう説明するとのがなかなか難しいんですけど、まあランナーってまあ枠がありまして、部品がこう並んでるわけですね。それをあの切っていくわけなんですけど、プラスチックってね、こうパッと切るとちょっと白っぽくなるんですよ、普通に切ると。ですので、このこう部品があってこのつながってるとこ、こうゲートって言うんですけど、このゲートを切ったときに、あの普通に切るとこの切った切り跡がこの部品の隅っこにちょっと白く残っちゃうんですよね。でこれが表にチュイチュイチュイと並んでると、そんな完成品を見ると、見る人が見れば、あこれは素人が作ったなっていうのがバレてしまいますので、それはちょっといけませんから。ですので通常はちょっとそのゲート処理して、ゲートをちょっと大きめに残して、ナイフでこう綺麗に結構変色しないように削ったりとか、あのして目立たないように切るんですけども、あのこれが結構大変な作業なんですね。でそこで私購入しましたのがこちらのですね、ニッパーですね。ニッパーなんですけど、これ書いてますね、あの究極ゴッドハンドニッパーというものでして、これはあのものすごい切れ味で、あのこうゲート跡が目立たないように切り離せるニッパーなんですよ。もうこれが多分あるとないのとで製作時間が10倍ぐらい変わると思います。それぐらいの、一品ですけども、これ1個で5000円以上するんですよ。すぐ刃こぼれするみたいなんですけど。で、あのキットが4750円ですから、すでにもうこれだけでキット本体より高いっていうね、もう何のこっちゃですけども、大人ってのは、お金の力で時間を買うんですよ。これがあるのとないのとでもう作業効率全然違いますから。ということで奮発していいニッパーを買いました。では今後ね、ちょこっとずつ作っていこうと思いますけども、今日これはこの辺で、次回もまたお楽しみということになります。この動画を気に入っていただけた方は高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また、ご意見ご感想などコメント欄にいただけると大変嬉しく思います。では